お願いしまーす。お願いしまーす。めっちゃある。めっちゃ俺いる。3連俺。カバーカバーカバーからの犬。カバー横にしよっかな。いや、ちょっと待って。昨日プラってるな。とりあえず一旦プラってる。え、昨日全体プラスなんだけど。昨日全だよこれ。くー、あの他の台は全部もう5000枚以上っすね。ありがとうございます。いただきチャンネルがいまんでございます。ということで、1ヶ月ちょいぶり、2ヶ月ぶりぐらいですかね、久しぶりにやってまいりました、群馬県はビッグマーチ八田島店さんでございます。まあ1回目来させていただいた時に番長めちゃくちゃ強かったし、絆もめちゃくちゃ強かったし、花もめちゃくちゃ強かったしっていう感じで、もうお店も全体的に強かったっていう感じなんで、安心信頼のお店だと思っていいんじゃないでしょうか。100名強の並びがおりまして、まあなんとか抽選16番引きまして犬夜叉をゲットさせていただきました。まあ犬夜叉といえばこれでしょう。アームでしょう。取った後に気づきました。昨日全6やん。昨日全6やんけ、マジでびっくりしたわ。で4台中4台プラスで、もうゴリ強っすね。はい、まあ一応昨日が9月9日、はい、めちゃくちゃ強い日だったんだと思います。一応本当ね、取った後にどうしようか悩んだんですけど、アームでなんとか出してやりたいと思いますんで、本日も一日よろしくお願いします。ちなみに僕今日ベルト忘れまして、ずっとこうやってるんですよ、あの入場から。10キロ痩せたんで拳入るんですよね。だからもうね、俺高校生とか中学生の頃ね、俺らの時代って腰パンとかやってたんですよ、こうやって。その頃を思い出す感じでちょっと恥ずかしいです。はい。頑張っていきましょう。さあ、それでは行きましょう。犬夜叉でございます。あの昨日の犬夜叉、これ全数で間違いなく、4の4で全プラスで、しかもうち3台が5000枚と、犬夜叉はそんな打つ機会がなくて、どっかで打ちたいなとは思ってたんですよ。で今日ね、チャンスが巡ってきたんでやってやりたいと思いますけども、遅れるなよ。さあ、いきなり上がったかな。よっ、おお、いきなり、いいですよ。あやかし退治、まあシンプルな台ですからね。とりあえずぶった切り目ってやつを入れて、でそのぶった切り目で対決入れて、対決勝って出しましょうっていう台なんで、はい、これアーム問われますからね今日ね、はい、一応ゴーアーム走っていうタイトルのね企画やってますんで、見せつけてやんないとと思って、どっかでやっぱ NSA とは対峙しなきゃいけないだなと思ってたんですよね。あ、ちょっと強くない？ここ強いって。あ、2人倒した。一番上か一番下になった。これ当たってるでしょ、これ。犬夜叉は本当ね、ずっと打ちたくて、実際にね、はい、何回か、あ、一番下。あー、でも赤いですよ。さすがに2体倒しててさ、一番下選ばれてさ。で、赤文字で。負けないでしょ。ほら。早い、30ゲーム。いやー、爆速、爆速マジで。はい、31ゲームですね、告知は。はい、投資2000円でございます。さあ、これで、資本ボーナスですね。まあ、でも狙わなくてもいいんだよね、これ。はい、資本ボーナス。これで、まあ、AT ぶち込みましょうっていう戦いなんで、てかぶっちゃけ設定6でもそんな3枚プラスにならないと思うんで、犬夜叉4の4でプラスはマジすごいっすね。しかもグラフ見る限りマイナス域にいってるのが、まあこれこの台ぐらい。一発目で入ってほしいなー。 AT いけ、デッサイガーいくぜ、ここから勝負ね、そういうことよ。さあ、ここからよ。リプレイベルが強いんだっけな、確か子役が引かないとね、とりあえずね、話にならので。お、リプレイ。はい、いきなり。よいしょ。あー、弱そう。あーだよねー。めちゃめちゃ弱そうだったもんね、今。いやー、厳しいか。頑張れ。なんか引いてこい。ベル、頼む。後期、次のレバーで後期もらったぜ。はい。よいしょー、爆速。爆速ですね。
30ゲームでボーナス取ってそのボーナスで AT 刺すっていうね、天才的なムーブ。はーい、これが剛腕ってやつですよね。いやまだ剛腕してないわ全然。おっ、あれ普通20からなんですよ。てか8割9割20なんだよ。30マジ強いっすよ。てかいきなりマジで出るかもしれない出せるかもしれない。今更ですけれどもね、あのこのナビを2連続で引いたり、あとはレア役引いたりするとボーナスがゲットできると。チェリーです。うわ赤い、よいしょー、うますぎる、うますぎるわ。あこれマジで万枚入れちゃうんですよ。2万枚入れちゃうんだけど、これは白を狙うと吉。早いわマジで。だってまだ28ゲームあるからね。普通の AT よりもまだ全然残ってるっていう。さあとりあえずワンボーナス、これがね、あのどんどんボーナスが増えるってところがね、犬夜叉の素晴らしいと思うんですよね。チェリーでから 50% ぐらいあったはず。よいしょ、あいやもったいないな、扱っちゃってんな。いいよ、えい、よいしょ、あー全部しろ、おいほう、いくー簡単だね。ビックビック、うえいー、ビタ押しで今のイネヤシャーっていう声ですね。あとテンパイオンが出るケースがあるんですけど出なかったですね。さあもう一個ボーナスが出てくると。またよっしゃ、あーちょっとビタ押しは失敗しました。これイネヤシャー2日連続で全ノックかな。あくまでね 6.5 動きなんで、このめちゃくちゃ出てても設定ログ確定とかそういう感じではないんでね。けどでもさすがにこの出方はちょっと全力を疑っちゃいますよね、いくらなんでも。よし封印取っていっぱい続けばいいんだけどね、封印が。こっからな、この辺からだよね、難しくなるの。一気にやっぱ3ぐらいからマジで難しくなっちゃうから、早めにこの2連とかレア役とかで抽選を受けないと。たくさん、よしよしよし、バリバリしてる、行ってこい、赤くなれ、なんない、よいしょ。さあ3つ目、いやめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいぞ。これマジで朝一からいきなりね、あのワンチャン強 AT 弱 AT みたいなね、考え方がやっぱ犬夜叉にはあるんで、強いとこ持ってきたかもしれないですよ。まあ4から多分さらにまた難しくなるんであれですけど、まあでもまだ15残ってるんでかなり余裕ある。さあまだ2つあるからね。あー待って、いやー見せちゃおっかない、犬夜叉で貫きスペックってやつを。うわマジ、うわ万枚を出すためにはまあまあとりあえず朝一この一発目、はい、この暑いタイミングでしっかりと乾燥させまして、はい、まあ、乾燥させるというよりもあれかな、有力感を切ってぶった切りゾーン、これ1000枚ゲットすればいけるんで、これで 50% の引き戻しを取ってくるっていうのを繰り返していけば、まあ、気づいたら万枚出てるんで。つまり簡単な、そう万枚っていうのは気づいたら出てるんだ、大事な、はいはいはい、いやそれはさすがに無理よ。やっぱ深く考えても出ないですからね、万枚なんて。なんかあると急に出ちゃうんですよね、万枚って。それは確かに、はい、おお、はい、チャンス、え待ってよ、いやダメなんだ、これ行ったらまず強 AT かと思った本当に。やっぱこういうところでぶった切り、
チェリーとかぶった切りスイカとか弾けるやつが天才っすね。よろしくお願いします。とりあえず抽選を受けれてる。いやー厳しいか。いやこっからなんだよな、こっから。頼む頼む頼む、持ってこい持ってこい、行くぜ。んーよいしょ、よしでかい、4取った。いやこれワンチャンマジで1000枚超えれるんで、とりあえずユリカンをまたげるかもしんない。ただよし、またビート合わせ失敗した。始まってんねー。いやこの本当に4ボーナスマジ取れないんですよ。まあやっぱ30ゲームってところがね、スタートがやっぱまた一つのポイントだったな。イヌシュー、何も言わないですね、テンパイボイス。いやとりあえずやっぱ1000枚超えないとね話にならないんで、それをするためにはやっぱりあと1回ボーナス必要だと思うんだよな。高いんじゃないか。そうですね、うん、777枚。あ、俺を祝福している今日犬屋さんも。いいね、ちゃんとビッグを持ってくる。よし、うわめっちゃビッグ引ける、素晴らしい。ここでかなり封印してくれれば、赤まで行ってたんでね、一応チャンスは。さあここマジ大事、ここでボーナス取る取らないでマジで全然違うから、お願いします。制約、お願いします。あ、来たー来たー、殺生丸、天才がいる天才がいる。ってか朝一オープンして30分でも箱使ってるんだけどそんなことある。店内でガイモさんだけ最速だよマジで、やばマジでやばいな、マジでやばいしかもビッグめっちゃ引く。だってこれで5ボーナス5個でもう1000枚獲得してるんで、ぶった切りゾーンも確定。アイはやっぱり尻尾つけて出る頃が一番可愛かった気がするな。あ、まあ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 初期っすね。はい、タカさん俺の1個下だからね。そうですね、だからもう完全に同世代だから。はい、そうなんですよね。で今日もね朝あの車で、はい、X ジャパンいいねって来たから。そうそう、 X ジャパンいいっすね。イニシャー、マジですげえ、マジでやばいな。ああダメだ、ずっとボーナスだよ。よし、先輩女子まだボーナスがある、すげえなこの台。さあめちゃ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 封印しろ。これでまたボーナスいけたらマジで感想見える。頼むで、いいよ、一発でいけ一発で。赤来た、天才天才すぎる。ほんまにエグいっすね。やべえ。いや犬屋さん楽しい。だってガイモさんあるでしょ。ガイモさんこれをしたかったでしょ。いやそう、これがやりたかった。もう1ヶ月ぐらいずっとこれやりたかった。ああ。そうそうそう。しかもボーナス6のタイミングで封印中に引いてるんで、めちゃめちゃでかい。
いやこれ完全に強 AT っすね。こんな簡単に刺さんないもん。ダメ。お、レインボーになりましたよ。2000。青。イネヤシャまで行ったから上乗せ確定ですね。やっと。全然ビッグ取れなかったから育ってない。おー、エンディングだ。エンディングしました。感想です。2000枚で早くもエンディングいくんですね。ボーナスもね、だって今使い切ったとこなんで。じゃ封印のゲーム数がめっちゃ長かったとこなのかな。どういう原因なんだろう。だって400枚出したら出してくれってこともね、当てなくても。さあ、犬屋さんのいいところはね、このエンディングの後にぶった切りゾーンっていうね、 50% 期待度がある有利期間ね、切れたタイミングで 50% ぐらいで引き戻せるっていうのはやっぱいいっすよね。あー嬉しい、マジで。最近やっぱ収録であんまね、引きが良かったなって回にあんまないんで。オハ点ってよくあるけど、オハ感想なかなかないですからね。でこれでぶった切りゾーン 50% 刺して、もう一回同じことやったらもう5000枚ですからね。ありがとうございます。オハオハ感です。目覚めましたね。目覚めましたね。こんなことなかなかないですよ。2459枚。さあ、ぶった切りゾーンでございます。 50% 頑張れ、頼む、よえー。うわー、橋にもボールもかかんない。お願い。おー、チェリー引いたけど着地ダメ。おー、チェリー仕事した。ただいま。ただいま帰りました。あとこれ乾燥させるだけなんでね、はい、そしたら4800枚ですよ。まあこれが普通なんですよね。おろろろろ、さあここは取れていいでしょ。 2V1 弱いけど、あ、よし。まあまあ1回目はね、ぶっちゃけ。さあ、こっからこっから1は全然楽勝。早めに、しかも早めに引きたい。うまくない？刺され刺され刺され、弱いか。いやいや、挑戦することが大事だ。いいよ、抽選さえ受けてればね、刺さるから。おー、いいね、いいペース。まあでも2ゲームに1回ボーナス引けてるんで、このまま2ゲームに1回引ければ。いいよ、カモン。おー、金、金数字やばくない？余裕でやばい。いやでもなんか、あの有利期間切れた時の
最初の AT が結構強 AT 引きやすいらしいんですよね。ああ、ビタレノイ。あの社長、箱持ってきます。あ、すみません、なんか気使っていただいちゃって。よし。赤いの。ああ、さすがに青だよね。よし。さあ、ここからまた難しく難易度が上がってくるはずなんで、頑張りましょう。終わっちゃった。いいよ。いや、めちゃくちゃ強いでしょ。あ、ダメか。やるー、やるー。この世には弱 AT なんてものは存在しねえんだ。これガイモンさん、あの俗に言う万倍ビルときのパターンの動き方してるんじゃない？いや、そうなんですよね。よし。さすがにこれはもう目標としては完走というよりもまず1000枚超えてぶった切りゾーン狙いですね。あと残り11ゲームしかないし。ただできればビッグ引いてね、ゲーム数伸ばしたいんですけど。ああ。さあ、超大事。大事ですね。800枚。大丈夫。絶対にこれ強い AT だから。ちゃんと抽選さえ受けれれば。惜しいね。よっしゃ、赤い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 。よし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 。お願い、お願い。ダメだ。やばいやばい。頑張れ。お願い。いやー、ちょっと弱い、弱い。で、やく引けない。ダメ、届かなかった。877枚。あー、ダメだよね。いや、まあ出たけどね、めっちゃ3322枚ですかね、合計で。これを2、3回やればいいだけなんで。よっしゃー、408ゲーム。ちょっとかかりましたね、仕込みボーナス。ロッキー285ゲーム、仕込みボーナス。よし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 、520ゲーム、ハマった。なんでこの対決は勝てます。はい、これです。ほら、全く同じ画面出たさっき、よかったカメラ止まってたんでね。やりました。同じの出てくれてよかったです。できやす。お？え？何この演出？初めて見た。かっこいい。なんかすごそうじゃないこれ。明らかに偉そうなんだけど。AT まで確定してるまであるわ。おお、でかい。よいしょー。128ゲーム。もちろん持ちメダルでございます。仕込みボーナー。
いやただの当たりにしては偉そうに見えたな。でもそんなことなかったわ、普通でした。ああやっぱりだ、あんだけ偉そうってことはやっぱあるんですね。はい、4回目でしたけどありました。やっぱ強調で行ったのかなってことは、前兆中の強調でぶった切りラッシュ取ってて、それでまあ貸し確認になったみたいな感じの流れかもしれないですね、もしかすると。ということで久しぶり朝一以来の AT だ。はい、それでは、飯食ってきまして、必死にズボンを押さえながら飯食ってきましたということでやっていきましょうほんまにずれてたからいやマジでクソほどや、おい、いきなり、え、何も引いてないよね、1ゲーム目でやめたから。うわこれですよ、これが飯の力ですよ。あれなんか引いたっけ、行く前に。いやいや引いてなかったよね。引いてないはず、20ゲーム残ってたし。しかもビッグ、何も言わない。いいスタートですね、飯後。まあ多分きついな、これは。おー、いっと封印してくれた、ラッキー。あれこれ、これまたいけちゃうんじゃないか、これ。なんかすげえ感触いいんだけど何もしてないのに1ゲームでボーナスいて、何もしてないのにちょっとだけ封印してる。いやーまた白い、いやもうすでになんか弱 AT の香り。あ、赤文字、さすがにいったか。頼むよマジで、やっとだ。まあだいぶかかっちゃいましたね。何も言わない。もう一回ビッグ、ダメ。もう次で赤引くからややくか。あーダメだ、終わった。387枚でした。ちなみにこれ白のままいったら当たり確定なんで。なるほど、このまま一回も昇格しないで対決に行ってほしい。ちょっといけそうじゃ、あーダメか、さすがに。青からはもう激弱っすね。黄色で 15% ぐらい、青で 6% とか 7% とかなんで、はいはい、あー地獄、もう満月を貯めるためだけにある。まあでもあれを貯めるっていう意味でも対決いっぱいといた方が楽なんで。はい、最悪満月、あー行かない。おっとマジぶった切りチェリーやりました。さあ赤い白同士、そう負けるわけないぜ。はい、200ゲームやりました。ぶった切りチェリー、ぶった切りスイカからですね。よっ、あー斜めじゃない。いくぜ決裁が、まあ、カットイン来なくてもいいな。カットイン20ゲーム来なければ AT。 まあ大体来ちゃうんだろうけど、まあとりあえず最初の10ゲームはなしかな。あー冗談、ベルで来ない。はい、でこの10ゲーム継続すれば AT ですね。カットイン来なければ、もう逆にもう何も引かなくていいよ
ここまで来ちゃったらね。ああ引いちゃったかな。ああ大丈夫。あれこれいけんじゃね。いや普通にいけそうなんだけど。3ゲーム いけるっしょ。超いける気がする。だってダメな、勝った日が来る未来が見えねえ。はい天才ですこういう入り方じゃないんだけど本当はねこれ逆にでも一回もボーナス取れなかったら強制的にぶった切りゾーン行くんで。で、あー来た。あーでもカットイン来ちゃったからもうダメかな。あーマジ。なんでもないデメだけど、そういうのでも当たるんですね。はい当たりました。いやーもう残りゲーム数が厳しそう。205枚、あと残り6ゲーム。うわリプレイ。いや赤い 79.3%。 えいリプレイ刺さるんだね。間に合うかもしかして。マイゲーム引きはでこれビッグ2発で封印取れれば話は変わってくる。もう一回ビッグ。よしいいぞいいぞ。いやマジ大事。さあ何ゲームあるかな。そして封印中にねまたボーナス取れればだいぶ偉くなってくる。赤来い赤来い。ああ青ああお願い。ああ違う交互。ああ終わった3ゲーム。いけ。ああ全部しろダメ。青ああ違う赤。さあ交互だね。終わったそれはねえわ443枚です。さあま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 あ軽く当たったしね。いやなんか引かないといけないだろうな。8点よし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 。とりあえず合間に行けば。うわレインボーベッドでレインボー来た。びっくりした。 AT 確定ですね。おおすげえ触れてる。はい298ゲーム月下からの AT です。これはうまい。40だよね。さあ 40%。 2、1、よい、いくー。
無念。どうしちゃったの、どうしちゃったの、リプレイからまたよいしょ。いやん、よし、ない。3、赤ください、赤ください、赤くださった。さあどうなの、赤じゃない、よーし、天才すぎる。さあビッグビッグビッグ、よーし、最高。ダメだ、青まで、青までいっちゃえ。青青青青青青、ダメだ、残念でした。569枚このボンバーがすごいですよ。グラフほらずーっとトントンって感じつらそう。いやこれもだ、ボンバーが結構厳しいですね。あでこれリオ、リオもこれずーっと揉んでますよ。めっちゃ揉んでるカバネリグラフが出ないですね。なかなか出た、出た、揉んでる感じですよね。でこの台が今さ4000枚、隣この台が4000枚、これはもう素晴らしかったですね。今で3800枚ですね、素晴らしい。アームもありそうですね、この方は。ゲッタマで3000枚、すごいなさすがオキドキデュオ。2500枚ぐらいですね、2台並びで今2000枚ぐらい、あ違う3台並びですね、2000枚で次の方も今2000枚ぐらいと、これまだ1000枚ぐらいですけど、その隣も、あでもその隣の方が引いてるんですね、だから人変わってんのかな。はい、で次の方、隣の方が2500枚ぐらい持ってますね、これ方も2000枚ぐらい持っていると。でこれが当たりかな、今日の12345箱積んでますんで。で裏は絆なんですけど、まあちょっと絆はそんなでもないかな、けど絆は1000枚ぐらい、1700枚ですねこの台は、まあ、こっちも今1500枚ぐらい持ってるんで。ビッグマーチやった島店さんでの収録は終了いたしまして、いやー楽しかったですね、入社。はい、ということで、本日の私の収支、投資2000円、回収1617枚ということで、見事見事、大勝利でございます。素晴らしい。はい、というのも、やっぱり朝一ですね。朝一たった2000円で30ゲームで、ボーナスぶっ決めて、それがサクッと AT サイト刺さって、さらにそれがサクッと完走してっていう、もう見事な天才的なムーブだったんで、まあ、あれが全てでした、本日は。はい、その後は1500枚飲まれてから、うね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 な感じで、はい、マイナス域まで行くこともなく、プラス域のまま着地できたんで、まあ非常に楽しかったかなと思います。はい、やっぱり犬やしゃって大半ヤームなんじゃねえかなっていう台だと思ってるんで、私向きなのかなとも思ってますんで、はい、引き続きちょっと挑戦していきたいなというふうには思っております。で店内ねずっと見させていただいたんですけど、やっぱりあの 6.5 客付きもいいですし、カバン練りとかも4000枚ぐらい出てましたし、後ろの、正宗も4000枚ぐらい出てたりとか、まあやっぱり設定なきゃそんなここまでの球はつかないのかなと思いますんで、しっかりカードプラス、設定も入ってたのかなというふうに思いますし、オキドキデュオとか、ジャグラーとか、あの逆に空き台見つける方が難しいぐらいのカードだったんで、まあ、正直ジャグラーとかオキドキデュオとか普段から相当設定入ってないとあんな感じにはならないと思うんで、あとは番長シリーズもね、あれは間違いなく6だろうみたいな台も見えたんで、はい、そういったところもしっかり入れつつっていう感じなんで、今日はてかなんならあのゴスロっすわゴスロもなんかバックバック積んでたんでまあ普通に20スロだけじゃなくて手貸しなんかもちゃんと入ってる感じのすげえ有用点なんだなっていうのがざっと見た感想でございます。引き続きね今後もいただきチャンネルのスケジュールこんな感じで、なっておりますので、ぜひ近くの店があれば遊びに来ていただいて、一緒に、パチンコできればなと思いますので、その際はよろしくお願いします。
はい、ということで、今回は以上でございます。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。